有名な島があるんですよね。水仙島の、明治時代以降の天皇とかもね、なんか訪れてるみたいという島があるみたい。でも防空壕みたいな感じですね、これ。もう1時から1時までと、まあ、泊まることできないけど。はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。はい、今日はですね、広島県福山市の鞆の浦に浮かぶ島で有名な仙酔島にやっていこうかなと思います。はい、でこの仙酔島ですね、仙人も酔ってしまうほど美しい島ということで有名でありまして、なんとね、9000万年前の大規模な火山活動によりできた島ということで、結構ね、希少な、島ということでね、言われております。はい、そしてね、あの歴代の天皇陛下も訪れたりとか、まあ意外とすごい場所がこんなとこにあったということで今日お知らせします。それではスピチューブ始まります。はい、というわけでおはようございます。で今日はね、広島県のね、福山市、鞆の浦に来てます。で、ですね、ここ結構ね、有名な島があるんですよね。水仙島っていうところがあるんですけど、仙人も酔ってしまうほど美しい島ということで、この名前が、この島の名前が水仙島という形になってるみたいです。で、明治天皇、大正天皇、昭和天皇、昭仁天皇、などなどの、明治時代以降の天皇とかもね、なんか訪れてるみたいという島があるみたいですね。で、まあそれをね、今からちょっと行こうかなということで、今日はスピチューブ始まります。寒っ。鞆の浦観光情報センター。どういう感じなのかな？福山鞆の浦日本遺産認定、昔ながらの町ですね。船に乗れば行けるってことですよね。ちょっと行ってみようかな。渡船乗り場やってんのかな。というわけで、今船に乗ってるんですけどね、まだ出発まで時間がかかるということで、はい、なんか入れんの？はい、行けるみたいですね。はい、なるほどね。今が現在地がここなんですね。だからさっきのちっちゃい島には行かずに、でもまあ大きいところですよね。
はい、というわけで上陸しました。で、一体何があるのかをさっぱりまだ分かんない状態でこのね、潜水島に来ました。まあでも少なくともすごい綺麗な場所、綺麗な島ということで、潜水島っていうことを言われてるようなんで、ちょっと気になったところをちょっとピックアップしつつ進んでいこうかなと思います。で早速ね、これで到着したんですけど、なんかね、いろいろとあるみたいですけど、温泉とかあるみたいですね。これ67で、女子旅潜水所のパワースポット巡り、はい、で、なんか向こうに行けばあるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうかね。車にもね、ナンバープレートついてないんですよ、島あるあるの。あ、なるほどね、こういうとこですね。ちょっとアドベンチャーな感じ。ちょっとね、こっち行きましょうかね。なんか当てもないんですけど、なんか気になりますね、こういう。これはね、あ、でも防空壕みたいな感じですね、これ。福山ね、工業地帯とかあったりして、その多分ね、空襲とかあったと思うんですよね。そう。福山市。勝手にね、なんか反応したんですよね。なのかな。なんもない。あ、でもなんかありますね。ですよね、このあれかな。平成20年当初に壊れてしまったということですね。はい、というわけでね、ちょっとね、向こうの方も行ってみようかなと思います。天皇陛下もね、訪れた島ということで、何かしらあると思うんですけどね。わざわざ訪れるぐらいですから。はい、というわけでね、本当にね、水が綺麗ですね。でもね、なんか結構ね、独特な岩ですね、こう見ると。おそらく昔この辺はね、海の中だったのかもしれないです。もうなんか海を見たりね、島を見たりするのもいいと思うんですけど、やっぱりこういうような感じですかね。なんかちょっと鍾乳洞のような感じで、その岩を見たり、そういうことなんですかね。なかなか見る機会がないですね、このダイナミックな大地の激動ということで、まあ約9000年前にこの付近で激しい火山活動が起こった時の証だということですね。ラインですよね、この白いラインがずらっとなこうなったってことですよね。その証が残ってると。9000万年前、潜水槽ということですね。9000万年前の火山活動で、まあ、蓄積した噴火によってできたその土とか灰とか、そういうものが、この岩盤に浮き出てるということですよね。なんか層がね、見えると思うんですよ。不気味に岩というか石が乗ってんですよね。これは多分
重なり合ったりしてんで、なんかあるんですかね。なんかね、キャンプ施設みたいな感じの建物なのかな、あるんですよね。完全にオフシーズンだと思うんですけど、まあ、おそらくその夏場とかそういうお盆休みとか大きな休みの日には稼働してるのかな。あ、クラフト体験。1までとするということで、あ、でも泊まることできないということですよね。結構ね、年季が入ってるような感じなんですけど、さっきね、なんか消えてて午前1時って書いてたんですよね。でもちゃんとこれ見たら11時までキャンプできるみたいです。誰もいないですね。いると思った。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。はい、ご視聴最後までね、ありがとうございました。仙酔島に行ってみたわけですけど、まあその本当にその仙人が酔ってしまうほど綺麗な島って言うだけある価値はあると思います。もちろんその天皇陛下も来たりとかするぐらいの島です。でやっぱりその9000万年前ぐらいのその地層とかその火山活動によってできたその岩がその見ることもできて、とってもね、なんか神秘的でパワースポットな感じという印象も受けたのと、その結構ね、無駄な音がなかったりする点では結構リラックスとか、なんかね、別空間にいるような気持ちになったことは確かです。はい、というわけでね、結構ね、観光という分でもその結構整ってると思います。でまあね、到着した時は9時だったんですけど、10時ぐらいになったら結構売店屋さんとかもやったりとか、お店屋さんが開いたりとかするんで、そういう面でもいろいろと一日楽しめる場所なのかなと思います。はい、というわけでね、またスピチューブの方よろしくお願いします。それでは、そろそろ船がやってくるので、これにて、閉幕です。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。